聞こえますか？ちょっとやばい。待って。はじめまして。マジでドキドキしてる。なんか、5時間前くらいから、心臓がバコバコ言い出して、本当に、やばすぎてお布団から出れなかった。はじめまして。V スポ所属、新人の、つむぎこかげです。よろしくお願いします。得意料理があって、私定期的にクッキー食べたいなってなるから作るんですけど、この間もクッキーを作ったので、今日はそれをみんなにも見てもらいたいなと思って用意してきました。こちら。見て、これ作りました。これは、つむぎこかげ特製型抜かないクッキーです。なんじゃないよ。クッキーだからこれ。次。恒例の、V スポメンバーの印象コーナーいきます。ちょっとタイミングとかの関係で、まだ直接お話できてない方もいるんですけど、当たらせていただきます。まず、すみれ先輩から。すみれ先輩は、一番最初にお話ししてくれた先輩です。声がマジで透明。デビュー前から すごい気にかけてくれてて、とても優しくて温かい先輩です。次、なずな先輩。なずな先輩は、落ち着いてる時の話し方と爆笑した時のギャップがめっちゃいい。私、なずな先輩の笑い方大好きです。あと、なずな先輩にはまだ伝えられてないことがあるので、それを今度伝えたいです。次、トト先輩。ちょっとゴンザレス可愛く描けなかった。トト先輩は、自分がもし男だったら、私はトト先輩みたいな彼女が欲しいです。すごいね、穏やかで、おしとやかで、温厚。私もそうなりたい。マジでいい。マジでいい女です。かわいい。次、ウルハ先輩。ウルハ先輩は、めっちゃ肯定してくれました。初めて喋った時に。こうこうこうだからっていうちゃんと理由込みの肯定をしてくれました。ウルハ先輩の雑談配信とかを見てて、すごい自分を持ってて、すごいなって思ってたんですけど、それを実際に自分が体感した瞬間でした。次、ノア先輩。ノア先輩は、独特のめっちゃゆるい空気が流れてます。なんかね、それがめちゃくちゃ良くて、一緒の空間にいると安心します。すごい努力家で、お仕事に対してもストイックっていう印象もあるんですけど、なんかたまに抜けてるところがあるのが、このギャップがめっちゃいいです。ミミ先輩。ミミ先輩は、なんか、たくさん褒められると、照れちゃうところがめっちゃ可愛い。私もアークやったことあるんですけど、一匹も捕まえられずに全ロスして引退したから、教えてほしいです。セナ先輩。鋭いツッコミが、ホイホイ出てくるところと、ロールが上手なのがすごいです。私は、瀬名先輩と 恋バナがしたいです。ひなの先輩。ひなの先輩は、はじめましてした時に、たくさん話して、たくさんガハハって笑ってくれました。みんなと仲良くなれるひなの先輩に、めっちゃ憧れてて、私が想像してた通りの方でした。リサ先輩。リサ先輩は、ミーティングの時に、ちょっと人がいっぱいいすぎて、私完全に声を出すタイミングを失ってたんですけど、リサ先輩の方から、新人ちゃんいる？みたいな感じで、声をかけてくれて、そのおかげで挨拶できました。優しい方です。レン先輩。レン先輩は、賢さが滲み出てて、落ち着いててかっこいい。ゆぴ先輩。ギャル。ゆぴ先輩は、癖になるギャルです。
やっぱね、話し方とか声とかからギャルが溢れ出ててめっちゃ癖になるし、可愛くていいなって思いました。あと VC に行ったらいつも来てくれるところがめっちゃ好きです。ベニ先輩しっかりしてて自分の考えをちゃんと持ってるんですけど、下ネタが大好きごめんなさい。私も犬が好きだから、ベニ先輩と一緒に犬の話がしたいです。エマ先輩は初めてお話しした時にコミュ障なのを見破られました。エマ先輩はすごい聞いてると安心する声で、マジで美しいです。次、ルナ先輩。ルナ先輩はなんかゲームセンスがすごいなって思ってて、センスがあるだけじゃなくて考えたり調べたりとかもちゃんとするから、それでもっとセンスが光るんだろうなって思って、それがすごいです。あと V スポメンバーからすごい愛されてる方だなって思いました。はい、ツナ先輩。ツナ先輩はなんか愛に溢れてる人で、ちょっといたずらっ子っぽいところとかめっちゃ可愛いなって思います。なんか私のゲームオーディションの時に担当してくれたことを話したら覚えててくれて嬉しかったです。オーディションの時から話しやすくて優しい先輩です。ラムネ先輩。ラムネ先輩はマジで明るい、本当に明るい私こんなに明るい人と話したの人生初かもレベルの明るさでした。お日様だった。一緒にバローしたいです。メト先輩。メト先輩はトーク力の鬼で、なんかね、私は結構苦手な分野だから本当に尊敬の眼差しです。トークだけじゃなくて歌も上手でゲームも上手だからマジですごい最強の方です。あかり先輩。あかり先輩は本当にいい人で、私あかり先輩の言葉選びがめっちゃ大好きなんですよ。結構前にあかり先輩がチャットでゲーム募集してて、行ってもいいならっていうコメントがついてて、それに対して来てほしいですって言ってるのを見て、めっちゃいい言葉ってなりました。え、わかる？来てほしいですってめっちゃ良くない？自分がそう言われたら絶対安心するし嬉しいって思うと思うから、なんかね、普段からそういう言葉を使ってるからこそこういう時に自然に出るんだろうなって思って、本当に見習いたいです。はい、最後クロム先輩。クロム先輩大好きです。悩みとか困りごとがあったら何でも相談してねって言ってくれたり、本当に定期的に声をかけてくれていて、自分のことよりも他の人のことを優先しちゃうような本当に優しくて温かい大人な先輩です。周りをすごいよく見てくれてるんだなって思いました。あと先輩なんですけど、ペットに感じるのと同じ愛おしさを感じます。ハマッチーです先輩19人の印象コーナーでした。すごい、19人。あ、20人目です。私なんか V スポの先輩方と同じ空間に入れるだけですごい楽しいし、本当に女子校にいるみたいな感じで、女子校は行ったことないですね、私ゲームしすぎて学校もあんまり行ってなかったからめっちゃ幸せ感じました。私は周りに PC ゲームしてる人がほとんどいない時代に FPS を始めて、それからずっと本当に毎日毎日パソコンに張り付いてゲームだけして生きてきて、でもなんかその時間があったからこそ今日こうして V スポのメンバーとしてデビューすることができていて、今までの時間が無駄じゃなかったんだなって思って、ゲーム続けてきてよかったなって本当に心の奥底から思います。まだまだうまくできないことだったりダメなところとかも多いと思うんですけど、先輩方や運営さん、そして視聴者の皆さんにも
ベースボーに入ってくれてよかったなって思ってもらえるように頑張っていきたいです。これからよろしくお願いします。